旧呂陳府司令長官官舎呉市立美術館入仙山公園は広島県呉市にある都市公園である日本の歴史公園百選北側の入仙山記念館や呉市立美術館の文化ゾーンと南側の市民広場と呼ばれる多目的広場からなる都市公園呉市の936の大丹部にある入仙山にあり古くは703年から 亀山神社が近代は1889年からクレチンジュフ司令長官官舎、戦後は1956年までイギリス連邦占領軍司令長官庁舎が置かれていた場所を公園として整備された。北側の文化ゾーンは自然林を生かしたものとなっている。記念館はクレッの歴史的資料や旧海軍資料を展示、本館にあたる旧クレチンジュフ司令長官官舎は、 明治期に建築され国の重要文化財である。美術館は、ブールデルや、ルノワールや地元出身芸術家作品を展示、枯山水庭園を廃する。記念館から美術館への道すがらに、正岡おかしきがある。また、日本の道百選に選ばれた美術館に至る坂道は、美術館通りと呼ばれ、道端には17点の彫刻やオブジェが点在する。 周囲には海上自衛隊呉地方隊の関連庁舎がある。2010年国が所有する残り敷地をクレ氏に無償贈与することになった。1889年からクレチンジフ司令長官官舎、戦後はイギリス連邦占領軍の司令長官庁舎をクレ氏に移管され、1967年に記念館として開館した。1982年開館。 1981年美術館開館に合わせ再整備。もともとは旧海軍第一連兵場。戦後はイギリス連邦占領軍の式典などに用いられアンザックパークと呼ばれた。ありがとうございます。